空と大地が調和するニュージーランド北島の水で、晩秋の澄んだ大気が風景を際立たせる。まもなく冬を迎える南半球の島国はトラウトフィッシングのベストシーズン、大物が期待できる。魅力あふれる異国のフィールドへ満を持して乗り込んだのは斉藤学さん。京都に住まうトラウトのミノーイングを得意とするアングラーだ。ニュージーランドへの調校は2年ぶり。秋の北島、談義大気。いいですね、ジャンプがね。ブラウン。素晴らしいコンディションのマスが斉藤さんを再びニュージーランドへ招き寄せた。さらなる大物を求めて晩秋の南半球で味わうトラウトゲーム、命みなぎる極上のファイトがアングラーを魅了する。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる。夢追い人の釣りの旅。5月下旬、旅のお楽しみは機内食から始まる。成田から直行便で北島オークランドへ。およそ11時間のフライトは快適そのもの。リラックスできる。日本との時差は3時間なので体への負担も少ない。南半球は身近な存在だ。オークランドの郊外で一泊。季節は秋の終わり。北島での釣りをコーディネートしてくれるのはオークランドの釣り具店に勤務するおなじみ佐藤源さんだ。今回はですね、古城、マスが古城してくる、秋に古城してくる、それを狙っていきます。大きいのがいっぱい混じるんで、毒丸を目指して。準備を整え出発。ワイカト地方のタウポポを目指して北島を4時間南下する。夏の時期よりもこの時期が実は一番釣れるんです。しかもでかいのが。日本人ほとんど知らない情報なんでね。そうそう、それはおそらくニュージーランドのガイドさんがフライマンばっかりだったから、ルアーとかスプーンとかミノーで釣れる時期っていうのは多分本当には分かってなかった。私がやる限りでは秋の大雨が降った後でないとやっぱり大きいのは釣れないですね。日本と同じですよね。それもね。そうですね。別に遡上っていう意味じゃなくて、一回下がった水がポンって上がると魚の数が一気に上がるんで。でこっちのアングラーの中では常識というか、通常みんな狙う人はこの時期に来るという、釣りに行くっていう感じ。そうですけど、あんまりねルアーってそんなに本気でやってる人がいないんですよ。なるほど。だから情報としてはこっちの人もあんまりよく分かってないことが多いですね。車窓を流れる緑の絨毯は広大な牧場。心安らぐ眺めだ。タウポコの南に位置する町トゥランギ。ここが調校のベースタウンになる。釣りを楽しむ環境が整った世界有数のフィッシングエリアだ。タウポコはこの国最大のカルデラ湖。大型のトラウトが生息している。湖畔のフィッシングショップでライセンスを購入しよう。1週間の釣りにかかる費用は38ドル、およそ3000円。
ブラウンとレインボートラウトがターゲットだ。充実の品揃え。ちなみにこれでいくらぐらいなんですか？これこの店いくらでしょう？普通これ6ドル90セントとかで普通売ってますけどね。湖に間もなく日が沈む。釣りは明日からになりそうだ。モーテルにチェックイン。南半球の動植物プレートがルームナンバー代わり。見てください、これモーテルの方がね、わざわざ日本の国旗を上げてくれました。今日からね、僕たちが使うロッジです。室内は十分くつろげるスペースに、キッチンもついていて自炊が可能。寝室も清潔、よく眠れそうだ。エリアのランドマークはトンガリロ国立公園の山並み。万年雪だろうか、一足早い冬の到来を告げている。釣り初日、晩秋の北島は氷点下の冷え込み、身も縮むような冷たい朝だ。あの寒くても紫外線すごい強いので、焼け塗っとかないと冬でも痛くなっちゃうんで、しっかり塗っとかないと。備えは万全。釣り場へ向かう。立ち上る朝霧、川が近づいてきた。町からおよそ50分、パカパパ川上流の堰堤がファーストポイント。別名ビッグオーっていうんです。ビッグオー、ビッグオー、超大物が釣れる、あのオタマンガクレイクっていう、ね、すごい名前ですね。ビッグオーだから、10ポンドオーバーが期待できるところです。おお、すごいですね。はい、流行る気持ちを抑えてルアーを慎重に選ぶ。水量を考慮し、アピール度の高いカラーのシンキングミノーをチョイスした。白泡立つ水が勢いよく落ちていく場所、水深もある。攻めがいのあるポイントだ。流れが緩むあたりにキャスト、サイドクロスでミノーを長くアピールする。今度はダウンストリームの攻め。この時期のトラウトはどのパターンに反応するのだろうか。美しい火山湖を持つトンガリロさん、富士山のような姿をしたナルホエさん、荒野の彼方に見張るかす個性的な山は北島の最高峰、標高2797メートルを誇るルアペフ山だ。この三山を内包する山岳地帯を保護するために定められたニュージーランド初の国立公園。裾野にはこの国を象徴する景色が広がる。酪農王国を支える豊かな自然環境、牧場を抜けてファカパパ川のさらなる上流を目指す。ファーストポイントと全く軽装の異なる荒瀬、ミノーイングに向いている。水量もいいし、だいぶ水が出た後引いてるっていう話なんで、期待できそうな感じ。さあ、シンキングの5センチから。シンキングミノーを流れに乗せながらトゥイッチで誘うダウンストリームの攻め。
斉藤さんが最も得意とするスタイルだ。可能性のある場所をくまなく攻めていく。未知のフィールドを攻略するには軽いフットワークが欠かせない。行ったら一発で食ってきちゃうけどな。執拗に攻めるが反応は全くなし。水温が低すぎるのだろうか、それともトラウトが入っていないのか。行方を見守る源さんも気が気じゃない。あえなく撃沈。釣り場を変えよう。ローカルの羊たちに誘われたわけではないが、やってきたのはワンガヌイ川の下流域。川を変えて仕切り直した。後半戦に備えランチにするか。良かったのにね、朝市の場所。水温かな、多分ね。朝ちょっと気温下がったんで水温かもしれないですね。ただ午後になって今気温が13度ぐらいあるし、でローライトになっているから可能性は今からでも高いです。そうですね、はい、まあこれからチャンスですね。これからチャンスです。これから本番。河原で食べるカップ麺のうまさは釣り人のみぞ知る。うまいね。体も温まり、気分一新、釣り再開。何センチ、まあ、ちょっと濁ってますけど、ちょうどいいぐらいじゃないですか、今、水色は。気温もだいぶ上がってきたんで、こっからがいい時間に入っていくんだと思います。これから夕間詰めにかけてね、ちょっと本流域を探ってみたいと思います。ミノーのサイズを上げて、流れをしっかり捉える。活性の低いトラウトにも効果があるはずだ。サイドクロスにキャストし、ラインスラッグを取りながらルアーをスライドさせ、トゥイッチで誘う。トラウトがバイトするラインを想定してじっくりと攻めていく。やる気のある魚がいればきっと食ってくるはず。食いましたね。ヒット、思惑通り。貝からやっぱり出てきますね。強い。いや、楽しい。いい食い方してるよ。入らない。よかった。やばっ。コンディションめっちゃいいっすよ。ミノーをがっちり加えたレインボーは
幅広ボディのたくましき野生児。よっ、おお太いな。これっすよ、これ。50どれぐらいですかね。10番ぐらい。いいコンディション。重い。結構筋肉質なやつですよ。おお分厚い。元気ですね。はい、行きました。いやいい場所にいたね。あの石の前ですよね。下流にね、僕が立ってるすぐ下にでかいあの立ち木がありまして、それが水中の中に下に猫がずっと入ってるんで、あんまり下流に走らせてしまうとそれに引っかかるんで、結構ゆる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 、あの怒らせないようにやったんですけど、新しい針がねすごい刺さりがいいんで、そんなに強くバンって入れなくてもピー使ってこう流れのプレッシャーがかかると、それだけで結構いいところにかかってるとね、スッと針が入ってくれるんでね、すごく安心してやりたいと思いました。一本出たのでルアーのサイズを落としてマスのプレッシャーを下げる。ちょっと小さくしますね。水面を漂う虫を狙って小鳥がせわしく飛び交っている。トラウトの餌は豊富ならば可能性は高い。好天の兆しが見え始めた。ニュージーランドのトラウトフィッシング、気配は濃厚。さらなる大物を誘い出す。冬が間近に迫る北島でビッグトラウトを狙う。ファーストフィッシュをゲットした斉藤さん。よし、食った食った。2本目がヒット。おう、おう、いい感じ。まばゆい光を放つワイルドレインボー。よく跳ねましたね。ちょっとサイズが50ちょいぐらい。これでもすごいですよね。ファイトがどんどん跳ねて楽しいっすよね。このちょっと河川規模が広いところでね、反応がいいんで、ミノイングにはもう最高ですよ。激闘を経てなおトラウトは元気いっぱい。大式勇者に敬意を払い川へ返す。やっぱりこの時期がミノイングには一番いいのかもわかんないですね。お、また来た。言葉通りミノーが効いている。お、食うな。最高。よいしょ。ありがとうございます。OK。サイズはね。ちょっと小さくなりましたけど、50あるかないかぐらいになりましたけど、色綺麗ですよね。そのミノイングでなかなか普通は群がって難しい時期なんですけど、日本だとすごく素直に食ってきてくれるんで楽しいです。まだまだなんかいそうな気配ですけどね。サイズがちょっと下がってきたのは気になりますけど、まだね流し始めてどうですかね、30m、40m とかなんですけど、その区間でこれだけ反応があるんでね、まだ上流にもポイントがあるんで、
こっからですよ。まだまだこっからです。さあ、来た来た。おー、いいサイズ、いいサイズ。はい、ありがとうございます。おー、いいサイズ。手前の流進の4年とからできましたね。ポイントカット一発でしたね。これいいでしょ、サイズ。おー、すごいジャンプ。重い。これサイズはね、大したことないんですけど、45後半ぐらい。太いからね、すごいっすよね、バイトが。面白い。コンディションに最高。当たりはまだまだ続きそうだが、欲張って上流のポイントも試してみよう。まずまずですね、これ。おー、行くね。おー、やっぱ強いな。シャローかけると強いな。これはビーチかな。うん、そうですね。寄ってきました。 OK。 ふと7のミノーでこう釣り切れるのが楽しいですよね。あんまり大きいの食べないんですけど、レインボーって反応良くないんですけど、もうほとんど海鮮の高い魚、食い方がやっぱりいいんでね。これ小さいミノーでやるとほとんど飲んじゃうと思うんで、ベストマッチですね、7センチ。いや、面白い。50オーバー連発。ニュージーランド北島のトラウトベストシーズンの噂は嘘ではなかった。宿に戻り、明日に備えてフックを交換しておく。作業を手伝っているのは若きフィッシングガイド野中さん、源さんの友人だ。晩ご飯は料理が得意な斉藤さん担当。メニューに特産のマッスル貝は欠かせない。さあ、おお、すげえ、うまそう。いい香り。うまい。どう、大丈夫ですか。はい、はい、ついてましたか。ちゃんと辛いの味がすごいです。そういえばね、学さん、野呂香君は学さんが原因でニュージーランドに来ちゃったらしいですよ。どういうことですか。そうなんですよ、カナダのスチールヘッド、ロシアのアトランティックサーモン、あの釣り見て海外の釣り面白いと思って、海外の釣りに興味持って、最初の足がかりで来たのがニュージーランドで。夢兆候の、はい、
で気づくとそのまま釣りガイドになって今こうやって釣りガイドしてる。嬉しいねそれ。すごい話だねけど。うまいしね。ニュージーランドの釣りに魅せられた男3人、魚が結ぶ不思議な縁。次回、北島汚れなき水辺のトラウトゲーム、60オーバーに思いを馳せる。